トルの形のことだけじゃないんですよ。ペットボトルのと何か余白の形ですよね。引き立てるような色面がある、引き立てるような色がある、形があるってことなのかなってちょっと思っているんですけど。まあ、色であったり形であったりテーマであったりとか、まあ、塗りであったりとか、あとは全体像の把握、ここで、まあ、どういう変化をするのか、構造するのか、これだったら床にぐるぐるぐるっとめり込んでいく、そのめり込んでいく気分、まあ、まあ、平塗りするときにまずやっぱり水分量が多いことによるには、まあこれは結構採点してるときに、まあ、話題には上がった作品ですよね。